疲れっす。お疲れっす。お疲れっす。まあなあ。いつもそれつけてるけどさ、何聞いてんすか。今日はリアルに。リアルに。じゃあ恥ずかしいな、自分が何聞いてるか言うのな。いや別に恥ずかしいことはないし。心晴天。なんすかそれ。えみちゃん。上沼さんの。そうそう。なんで好きなん。絶対毎週聞いてる。ほんまおもろいわ。あーラジオ聞いてんねんな。あーそうそうそう。で1時間ちょいぐらいあるやろあれも。あれあの哲二さん。哲二さんってやってるやつね。そうそう。哲二さんがまた面白いからな。ラジオ聞いてる人いるな、ほんまな。あ音楽かと思ってた。この間は窓川宏さんが出てて、もうほんま俺の中で神回。窓川さんとあのえみちゃんね、えみちゃんで呼ばせてもらうけど、もう最高やねんな。あそうなんや。あんまり見えへんの。でも誰にも言われへん。あ周りにね。確かに周りに聞いてる人がいないから。わかるわそれ。関西でもないからね。このさ狭い趣味って言われへんな、ほんまに。でもほんまに面白いで、ほんま聞いた方がいいよ。あのまどかさんの会話もちろん前回全部面白いけどね。もう大ファンやからあれ出て。いや上沼さん天才やもんね、やっぱ天才や、あの人は。うん。ちょっと僕は一緒にね、もう運よく仕事させてもらったりするけど、やっぱその中でもトップクラスに、あこの人すごいなと思ったね、やっぱもうすごいわ、ほんま。うん、見たいわ。いやー、 YouTube も全部見てるから好きやね。関西やな、もう全部見てる。いやでもあれ目の当たりにしたらね、よく出てる。で料理する会とかってちょおもろいで、やっぱそう切り口やっぱすごいの。いやでも好きな人のはもう何やってても好きなんかも。ああそんなんあるかもしれんな。まあそやね、嫌いになられへんもんね。だずっと聞いてとかな、移動する時とか。で移動する時なんか落語聞いてんねんって。落語やね、最近はそうやね、落語やね。落語最近はね。そう同じのばっか聞いてはんの。うん、同じのばっか聞けへん。その何なんかでもネタは絶対あの3人は聞くようにしてる。同じネタは3人聞く。ああ、一つのネタで3人ね。そう、一つネタ3人。うん、前で。あの常日頃な、もうほんまに危機管理能力やっぱほんま大事やな思ってんねんな。うん、でこれはどうしようかなあいうのあるな。うん、どうしよういうときない？な今大丈夫かな、今大丈夫かなっていうのない？俺いつもものがエレベーター乗ってるときやねんな。何エレベーターこうやってまあ乗ってるわな。うん、で上から下降りてやってるときに。あーこれ糸切れたらどうしようってどっかで 2% ぐらい思ってるわ、全員思ってんじゃん。わかるよ。で全員が一つの答えを導き出してるはずやねんな。うん、下バーン降りる前にちょっとジャンプするって全員思ってる、絶対全員思ってる。あの数字を見とかなかんよ、パッ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 。でタイミング合わせてこうちょっと止まらかん。東京フレンドパークやないねんから。あそうなの。東京フレンドパークみたいなとてん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 やないか。ああそうだ。それ懐かしい、ね、懐かしい、ね、パジェロな。パジェロパジェロ。あれわかるわかる。でほんまさ、あれを見とかなあかんで。うんわ、うん、かる。うん、で、そもそもあの5432とその実際の5432がちょっとのずれもないのかとかな。無理。まあまあ結果無理やけどね、多分その重力に勝たれへんからね。ここいやいやそれは勝てるよ。重力に逆らえたら多分ジャンプできへんで、そんなシュー落ちてんのに。なんでやねんお前。だからこれ前もこんな話してるけどやな、箱あるやろ、うん、箱やってみーな。箱なんやそれ。可愛らしい手や。やってやれ、もう手いじらんと。まあまあこれだからややこしいわ、こうやり。何こうな、こうなって、うん、どういうことよ。バーッと落ちてるやん。でジャンプするやん、でいいやん。じゃあできへんやん、そのジャンプ。できてるやないか今足は。それは今のこの指やから。ちゃこの力がないねん人間に。いや今あったやん俺に。人間にこの力はない。人間やん俺、あるやないか。じゃあこことここはちゃうねん。これはできるけどこれできへんやろ。何回でもできんで。何回もできへんで、しんどいで。これ何回もできる、ほら。いやできへん。何回もできる。じゃあしんどいで、ほら。できてるやん。いやなんかずっと続けてみ。1時間できへんで。いやだから1時間続けんでええねん。1時間できへん。見て5321でええねん。じゃあそういうこと言うてんちゃう言うて、ここの力とここの力違ういう話や俺が言うてんの。いや一緒やできこれは1時間できへんけど、これは1時間できるやんちゅう話や。これ1時間でどういうことよ。重量関係ないやん、重量関係ないやん。これ1時間できるし。いやべえ、これだよ。これ人間の縮小版じゃなかったから今。人間とエレベーターの。むずいこと言うてんなさっきから。何お前や。
お前が難しくさせてんねん。ずっと落ちた時にこうやりゃ助かるやろ。落ちた時にジャンプできへん。落ちてる。できてるやん。逆らわれへん。重力に。いや絶対できるやん。地面あんねんから蹴れるやん。地面蹴った時に死んでる。もうそれは。地面についてんねんから。じゃあじゃあつく前やん。ゴーヨンさんに俺見てんねん。じゃあ落ちてるやんけ、だから。ゴーヨンさんに1って言って飛んだらお前バーンなって全部骨砕けてるやん。それ飛ばれへん、砕けてんねんから。あ、そうや。5432111ぐらいで飛んだら無理やねんって。バーンってなって。周りのエレベーターはガーンなってこと。俺はこのなんで止まってんねん。いや止まれへん。こうちょっと立ってからこうスワッとなるやねん。無理やねんって。だから物理的に考えたらできてるやないか。無理で、物理的に無理やねん。だからそれがこのスピードで落ちてる時にジャンプできへんねん。そう、もう重力うーって下ついてもうてんねんから、もう磁石やねんから人間の体も。経験あんの？ないよ。経験あるみたいに言う。経験あったら死んでるやんけ。経験あったら飛べんねんって言うんだ俺。経験あるみたいに言う。経験あったら飛べんねん実はって言えるよ。それ生きてんねんもん。な、経験ないことをなんでそんな表情で言えんねん。そうやんだって。そらサメが来たよ、サメが来たんやーっていうような顔してたわ。サメ来たことないかな。あーもうや。だからこの重力、重力とかじゃないねん。地面があんねんから地面を蹴りゃ助かんねんから。蹴られへんねんって。だからそれをだから合わさなきゃタイミングが難しい、ね、蹴れたとして、うん、タイミングむずいな。それちょっと早かってもな、ついた時にガーンやったら意味わからんもんな。3、2の2ぐらい飛んだら着地した時にバーンなるから。だからそれ1回にかけるからよくないねんな。何回も飛んどいたよねこうやって。なるほどな。どっかで会ってくれよって。そうそう。どっかで会ってくれって落ちてる時に口に出してどうするの。一人やったらいいやろ別に。あとからお前あのカメラで見られて恥ずかしいやんけ。一人やったら別にや。集中するわお前。お前何でも言うやろアホやから。どっかでやってくれとか。一人やったら別に言うてやろ。頼むわ、どっかで頼む。こん時やめてや、こん時やで。だまあ例えば30回からバー落ちてたとしたら、そうそうそう、何回ぐらい。やじゃあ20回から言うとしんどいよね。ああそうか、ああしんどい言うて やめた。ああちょっと、ああ今タイム、ちょ今タイム、今タイム。そんな言うて10ぐらいから言うたら言わんでねえ。ほんで、まあ、頼むとか言わんでええから。でもさ、気持ちはでも出るやん言葉に。それは気持ちは そうやったら大丈夫やろ。大丈夫大丈夫、助かるやろ、うん、助かるね、うん、全然大丈夫。助かるんかな、分からんけど。助かる、なんで助かるやん。エレベーター、まあまあね。それでもだから危機管理能力というかちょっとビビりなんやろな。ちょっとネガティブやねん。いやだから、そういうの、いやいや違う違う、みんな思うやん。あどうしようとか、これもしで、あ切れたらやばいなとかいうのない。まあ同じ気持ち俺は。だからそれもう乗る前やで、もうそのピンって開いたこの時に、こん時に落ちたらどうしようっていう。もう俺はよ、ここ、ま、そう前面だけが中入るやん。後ろのやつはお尻のやつらプリケツ、プリケツ、お尻だけが残って、あお尻だけが7階ですわって。7階までよ、階段で行って取りに行かなあかん、お尻だけ。俺そうなった、切った断面のうんこもあるからな。あほんまやね、もしうんこしたかったらな。うわーって迷惑かける、迷惑かけるから、それうんこ、うわうんこ出てもうて。そんなんで怖い？いやめっちゃ怖い。かもしれんと。あれめっちゃ怖いわ俺あん時。もうこの瞬間に落ちたらどうしようって。なんか時々あるやん、なんか衝撃映像みたいなんでさ、あんなもう見て。だ早い行かなか、早い行ってんのそれ。そうだからもうチンつってもう一瞬でもう残さず。さあってもうここでジタバタできへんからもうそれは。なんか言うてまうやろでもそれお前のことやからそうだから今やでって。そんな大丈夫や大丈夫や、切れて切れた時にさあここで喋りすぎやって普段めっちゃ普段喋ってるやん一人で。今ちゃうでって言って今やでって言ってるの。そうそうそう。意味わからんし怖い。防犯カメラで見たら意味わからんけど、怖い。でも防犯カメラってもうその時しか見えへんからね。それはだからこっちも別に生きたらまあええよ。そうそう、生きてたら別に大丈夫やから俺は。だから今まで誰にも見られてへん、生きてるから。いややな、死んだら見られるからね。それ死んだら嫌や、死んだら悲しい。今家はこれどこで言うていいかわからんけど、エレベーター、エレベーターあるよ、うん、あそうなんや、うん、エレベーターある。ないの？いやあるよ、あるよ、あるやろ。エレベーターなんかあるやろ別に最近。いやいや、だからいろんな家があるやん、うん、その高層マンションなのかな、どうなんか。でも俺それは大丈夫やねん、その3階建ての2階やからね、お家。
低っ、いらんやん階段でええやん。いやまあまあまあ、それはもうええかな。そんなの別にあってもええやん。うち子供があるからベビーカーとかな乗せるから、そんなそれあ3階建ての2階なんや、うん、まあ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 そんな落ちても大丈夫やわお前は。まあまあ2階ぐらいやったら、ちょっと痛いなぐらいはち多分切れたやねんか伊藤いやそんなレベルいやそれ2階から1階はそうやん。いやそんなレベルか、4階からやからね。4階もそんな変われへんねんぞ。4階こそジャンプする時間ないで、プチン切れてそのままやで多分。4階で、4階でプチン切れて、そう、これ無理やって、こうやってる間に落ちるで、それ多分。4階なんか。それか俺、まあ、考えたんやけどな。あ、だ30階からの消化時間あった方がいい。うわー、糸切れたー言うときに、うん、冷静になれよって。あ、上開けたらええねんって、上の1個開けれるやん。うん、こうやって外す、あるね、ちっちゃい窓みたいな、うん、上のな、あれ外してそっから抜けたやんそこに向かって、あ、スーパーマンみたいなジャンプしてシューンって箱だけは落ちてるからほんまこの話さ、この話さ、もう物理の先生とか聞いてたらもう青ちゃうかもあれんで、ね、ないってそんな物理なんかそういう概念が、いやいや違う、物理とか言うてんのはほんま嘘やで。あ、嘘なんあれ。だって いつも思うんだけど、そんなありえへんやん。だその人がな、ジャンプして、ジャンプ、じゃあお前、ジャンプできへんかったって、部長先生が言うなよ。40過ぎの おっさんが、言うことやないで、まともやないで、じゃあお前、30回から落ちたときに、エレベーターの上の窓開けて、そこに入っていけ。でお前とかは、お前とか今やめて言ってるやん。で俺は待て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 、そいつずっと飛んおかしいやん。そいつも飛んでいけたら、そいつも箱から抜けても落ちていくやろ。飛んでいくというか、箱とかが周りが下に行くから飛んでんねんやアホやなお前アホやって、そうほんまに、それはアホやわ。おかしなこと言うたらあかんわ。すごいな、だから目から鱗やわ、その解決策その解決策は目から鱗やわ。普通に考えたら分かるやん。だってこうなってるのと一緒やから。そうやね、ほんまや。そうじゃ、ポパカって開けてこうやったね簡単な話やった、簡単な話や。それ言うてんねん、簡単な話やったんや。焦って今やめてんの、お前やめて、ここ意味わからん、アホやん、こんな今やとか今ちゃうかとか、アホやレレレレお前、うわーってみんなだこれを言うてんねん。ああそうか、ああ素晴らしい。先生とか言うてんのは、先生はそれで飛ばれへんかったから言うてんねんやったら、飛ばれへんかったから言うてんねんやって思うねんけど、ね、ああこれだ、エレベーターに買い取った方がええな、それもしもの時みたいな、ここ押してくださいとかじゃないよな。ちゃうちゃうちゃう、もし切れて、うん、落ちた時は上開けてっていう栄養な栄養4コマ漫画みたいに冷静になって一回上開けて、こう手を右手を上にしてってそうそうそう、飛んでくださいって、うん、そしたら抜けれますよって。で息子にも言うときや、言うとこ、これ息子にこれ、息子にこんなん教えていかなあかんと思う。ほんまやな、影響いくやわ。あーおもろ